1月9日、町民文化会館で成人式が行われ、色鮮やかな振袖やスーツなどの晴れ着姿の新成人が出席しました。今年度の式典は新型コロナウイルス感染予防のため規模を縮小して行われ、新成人81名が式典に出席し、新たな門出を祝いました。上村久人町長からは、式辞として今できること、今目の前にあることにベストを尽くしてチャレンジしていってくださいと激励の言葉がかけられ、新成人は真剣な表情で耳を傾け、成人としての責任や役割、そして期待に胸を膨らませている様子でした。とても強いものであります。今できること、今目の前にあることにベストを尽くしてチャレンジしていってください。一度や二度の失敗を恐れることなく、自分自身の力と支えてくれる多くの力を信じて、これからの時代を歩んでいってほしいと思います。結びにあたりまして、新成人の皆様の夢と希望に満ちた輝かしいイベントを祝し、また今後のさらなる育て上げられましたご両親や家族をはじめ、働く、はい、日目は健康であるということです。式では記念品目録の授与が行われたほか、新成人誓いの言葉では、新成人の代表者が親への感謝と成人となった決意を述べ、大人への第一歩を踏み出しました。この日、会場には新成人たちの笑顔があふれ、大きな若い力が新たな一歩を踏み出す日となりました。今年はコロナウイルスが流行っているので、健康第一で頑張ります。親に感謝したいと思います。リンカちゃんを大切にしたいと思います。はい、親に感謝して、やっぱりこれから新成人ということで、お金もいっぱい稼ぎたいと思います。はい、以上です。幸せになる。